さあ今日も鴨川ジムでの練習の日々でございます。まだ全然体重がないんで、あ、会長どうも。ひたすら見つめ合うのみでございます。どんどんパラメーター自体は上がってると思うんですけども、今だから58ポンドですよね。それをウェルター級を目指すっつってるんで、140から147ポンドまで上げなきゃいけない。だからこっからだいぶ太らせていかないといけないんですよね。あ、でも今もうまた58が59になって、少しずつ少しずつね、ウェルター級に近づけていきたいんですけど、今細いもんね。あ、出た。一歩ここで入ってくるんだ。強くなりたいんです。強いってどんな気持ちですかって言ってたからね、よろしくお願いしますって。なんか引っ込み思案。一歩なんかお前大丈夫か、表情が怖い。一歩、あ、じゃあ一歩来たならちょっとスパーやりますか。ちょっと先輩風吹かしてですね、スパーリング一回入れましょうか。で、この休みの前の日ここスパーリング入れて、ちょっと一歩さ、ボコってやりましょうよ。これが鴨川ジムの鉄則じゃんっつって、新人はまずボコるっていう。いや、でも一歩はもう一番最初の時からハードパンチャーっていう設定がありますからね。釣り船屋で、鍛えた足腰があってね。一歩、一歩幕の内、宮田くんもいますね。だからちょうど今スパーしてるらへんのこの二人ですよ、プロデビュー前の。でもこの時点でフェザー級の階級だからね、一歩ね。いや、でもやらせてもらいますよ、こんなね、入ってきたばっかりのやつにやられるわけにはいかない、ストロング霧島。でもまあちょっとヘッドギアは外させていただきます。グローブも16オンスのちょっと重めのやつにさせていただきますので、安全を考慮した上で、よし、3ロックダウンで4ラウンド、これにしよう。 OK、 行こうじゃないか。あ、じゃあウェア来ますか。デビュート派手だな。気持ちより、よし、これで行きましょう。デビュー前のか、デビュー前の一歩との戦えるっていうのはなかなか貴重ですよね。コミック第1巻の一歩、よし頑張ろう、ストロング霧島君。でももう何だかんだで1ヶ月ぐらい、うわ、でも体格が全然違うわ。よし、うれ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 、こんないじめられっ子が。こんな、お、なかなかいいフットワークしてる。やばい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 。あ、でもちょっといい勝負してるんじゃない。これね、ごめんなさい、言い訳させてください。あのね、この試合中の操作っていうのがめちゃくちゃ難しいんです。ものすごいシビアなんですよ。左スティック 半押しでこのスウェイとかダッキングとか、このダッシュだとかすげえ難しいんです、ね。で、格ゲーセンスのない俺がそんなっていう言い訳だけさしといて。言い訳ありきで、ああ。言い訳してたらマジかよ。頑張れ、ストロング霧島。だって細いもんな。ビルマの建物みたい。水島日本に帰ろうみたいになってる。ああ、もうダメだ、もうやめて、もうやめよう。スパーリング終了、タオル投げる。もうこれ以上危険、一歩のパンチ受けるのこれ以上危険だわ。うわ、怖え。幕の内一歩、ダメダメ、ストロー級の体重なんだから。今ストローク切り島くん、あんなバケモンってやっちゃダメだわ。で、まだまだ練習ですね。だって59ポンド、今もう60ポンドしかないですよ。一番下ストロー級、現代ではミニマム級っていうのかな。ミニマムだよ。じゃあひたすらちょっとジジイと見つめ合う練習をね。パラメーターどんな感じですかね、ちょっと見てみましょうか。あ、でも
ちょこちょこ上がってるんじゃないのかい？どうなのかな？うん。これすごい。ラッシュスタミナすげえラッシュできるな。あ、このバッドヘルスとかがね、溜まるとまずいんですよ。病気になってしまったりするんですよね。ナウローディング。なんだなんだ。また何か鴨川ジムでイベントが発生の予感？あ、貴様もそろそろコライジャロー2ヶ月後にプロテスト。プロテストね。受けてみるかっていうことなんですが、ここね、プロテスト受けたいんですけども、今まだ体重が先ほどから言ってる通りストロー級なので、もし仮にこれでプロデビューできたとしてもストロー級からのスタートになってしまうんですよね。なのでまずは階級をウェルター級まで調整するところから始めていきたいので、まだプロテストは見送りましょう。ごめんなさい、今回受けません。はい、チャンスはまたひたすらまたジジイと見つめ合う練習を。でも少しずつ少しずつ上がってってるでしょ。これが140になるまで待ちましょう。うん。でもその分筋肉もねついていっていると思うんですよね。見てみましょうか。ストロング桐島くん。ビルマの盾事みたいって面白いな。ほんと僧侶だよねこの見た目ね。細いなぁ。枝だもんね。うん。あ、これ変えようか。ボクサーファイタースタイル、ファイタースタイル、ヒットマンスタイル。腕長いからヒットマンスタイルとかいいかもしれないけど。ボクス、まあ、よくわかんない、この辺ちょっと。まあ、このままで。とりあえずこのままにしときます。あ、ファイタースタイルにしてみる？やっぱりその、一歩のような、ガンガン前に出るような、重いパンチを打つボクサーに育てたいんですよね。これしみようか、今回。キャラクターも選べるんですよ。今、クワイエット、ノーマル、ジェントル、チェ、チェリー、チェ、チェル、チェ、ね、ラブリー、ラブリー、ジェントル、あー、これにしようか。チェ、チェルフル、チェルフル。読めないやつ。あーね、これあれですよ、ほら。ジョルトがあって、スローバトルがあって、ストロングパンチあ、さっきの試合でストロングパンチ打っちゃよかったな。打ってたら勝てたかもしんないな。ストロングパンチが入ってたら。ストロングパンチ。それじゃあね、引き続き、ジジイと見つめ合う練習を。はい、見つめ合いましょう。ひたすら見つめ合いましょう。それしかすることがないんでね。あ、じゃあ今のうちにウェルター級についてちょっと勉強しましょうか。ウィキペディア。はい。ボクシングが盛んな欧米出身者がこの階級に適した骨格と身長を持つため、全階級中最も新陳代謝の激しい階級の一つ。中量級の中で最も人気が高く、多くのスター選手を生み出した花形階級ということらしいですよ。だからそれだけ世界からいろんな選手が集まってるから、日本の選手は世界のベルトが取れていないんじゃないかな。激しいんでしょ、だから移り変わりが。いろんな選手が出てくるから、そこでチャンピオンになりたいけどね。うわ、またプロテスト。これ2ヶ月ごとに言われるのかな。もう2ヶ月経った？早いね。いや、ごめんなさい、まだね体重できてないんですよ。まだ送ります、見送ります、ごめんなさい。がプロになれて一応人間がプロテストに仕込みしていても何も始まらんぞ。そうなんですけどね。 まだ体重増やさせてください、筋肉つけさせてくださいよ。でも最近はエクササイズなんかでもね、ちょっとボクシングジムなんか通って、若い子というかちょっとこう年いった中年の方なんかもね。あー、宮田くんだ。宮田くんがここで鴨川ジムを去るんだ。そっか、一歩に負けたんだ。じゃあ、はい、強えからな。じゃ、クールだね。宮田くんはだって東洋太平洋チャンプになりますからね。すごいですよ。カウンターのコツはタイミングとハートだぞ。そっか。いつかストロング桐島くんも引退する時が来るんでしょうが、引退する時は、お、
青木お前今度入った新人だろ、俺は青木勝だ、よろしくな。柄悪青木はな、上の階級だからちょっとスパーするのも危険ですよね。でもこの前、ね、一番最初にスパーリングした時に負けた同じストロー級のやつ、あー高村さん分かってると思うが、この前一番強い男は俺様だ。さすが高村さん、故にこの俺様が一番偉い。分かったな。かっこいい高村さん、いいなー、いいキャラしてるな。高村さんの試合はもうほぼほぼ全部名勝負ですからね。それではひたすらジジイと見つめ合いましょう。恋が始まっちゃいそうですけども、いやそうだ、引退するときはアリスのチャンピオンを流したいななんて思ったね。ベタだけどね。なんかなかなか増えないな、大丈夫かなこのペースで。はじめの一歩はアニメも面白かったですよね。アニメも見てましたよ、はじめの一歩。あの一歩がデンプシーロールを使う時の効果音がすごいいいんですよ。あの回転かかってくる時なんか、あのモーター音なんかがかかってさ、ピョーンっつってバスン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 、あれかっこよかったなあ。またプロテスト受けません。エクササイズ、はい、少しずつね筋肉ついていってるんですよ。アニメもそうですが、アニメだ BGM も良かったんですよ。この動画の一番最初のオープニングのジングルみたいなあそこの部分はですね、アニメの一歩の BGM の毎回こう勝利が決まる時にかかる BGM をちょっと自分でギターで、弾かせていただきまして、それをちょっと使わせてもらっていただいて、使っております。尻込みしてちゃダメだぞ、喋りも尻込みしてちゃろくな喋りができんぞ。でももう70ポンドまでなってきましたよ。来てますね。はじめの一歩は原作も続いてるのすごいですよね。漫画をね、今うちにあるのが80何巻ぐらいまで、あのランディボーイジュニアらへん、あそこらへんまではねうちにまだコミック揃ってますよ。その後の展開は全部満喫で全部読んでます、未だに。うん、ああまたプロテストか。ああごめんなさい、今回も見送ります。はい、そうね、尻込みまださせてください。はい、はじめの一歩原作ほんとね、初期の頃だから読み返すと超名作ですからね。ちょっとそろそろスパーリングまた入れますか。お、誰だこんなやついたっけ。このジムのトレーナーだ。うん、ああ頑張っていきましょう。じゃあちょっとスパー入れましょう。じゃあまたちょっと今度の金曜日にポーンとね入れておきましょうか。前回同じ階級で負けたやつ、あいつとちょっとまた戦いたいですよね。なんつってたっけな、あいつ名前。北村。あ、でもこういう北村もストロー級ですね。ジュニアミドル級。原。お前ら同じ顔してねえか。後藤。ジュニアフェル。あ、こいつ原作にいたよね、後藤って。あ、マニアック後藤。マニアック後藤。あ、なんか、いたよ、これ。試合描写すらなかったけど、出てくるやつだ。マニアック後藤っつんだ、こいつ。でも、前のやつやめてんな、もういなくなってる。でも、ストロー級の北村がいるんで、北村とやりますか。行ってみよう。まあ、毎度のごとく、ちょっと自分に有利な。あれでやらせていただきます。これを着てね、派手なシャツを着て、よし頑張っていこう。
そろそろね、一回ぐらい、スパーでも勝ってみたいよね。ずっと負けてるからな。あのね、操作が難しいんです。言い訳だけさして、あ、こいつでもあれだな。前戦ったやつだ、北村。よし、じゃあこれリベンジマッチですよ。成長した自分を見せてやれ。前、前出ていこう。おい、ちょいちょい、ほら。リーチは長いですから、打っていきましょうよ。バンバンバン、ジャブ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 、うん、よいしょ。あ、ちなみにこれがストロングパンチ。地味。地味。あ、これか、こっちだ。これがストロングパンチ、これだ。え、こうか、これだ。ストロングパンチ、よし、ストロングパンチ。ストロングパンチ、ダメだ。ジョルト、あー、当たんない。あ、よし、ちょちょ、ちなみにスローバトルやるとどんな感じになるか。スローバトルこうです。ほら、スローになる。この間はね、ほら、相手の動きも読みやすい、当てやすいですね、パンチも。でもこのスローバトルをずっと使ってると体力も同時にすごく消費してしまうんですね。だからずっと使ってるのはまずいんで解除。こういうこともできるんですよ。でもちょっといい勝負してないですか、これ今回。ほら、あ、ほらほら、あ、やばいやばいやばい、入ってる入ってる。前はね、この辺で倒れてましたからね。ジョルト、入った、ジョルト。決まったね、今ね、入ったね。北村、北村、よし、コーナーに押してみろ、コーナーに。あ、やばい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 。もらうとまずい、あんまりもらい続けるとまずい。あ、残り10秒。うん。やばい。わー、一番、いい勝負してるね。でも結構打ってるぜ。そか、相手ヒットマンスタイルなんだな。でこっちファイタースタイルでしょ。一歩とマシボを回せるような組み合わせですね。ほら、ほら、ストロングパンチ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 、当たんない。ストロングパンチ全然当たんねえぞ。ちょっと、ほら、あ、でもほら、いい動きしてるよ、霧島。北村、ほら、この野郎、うん、こんつくしょ、ポニーテール、このポニーテールめ、ほら、よしよし、おい、コーナーに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 追い詰めろ。うわ、これは白熱してるわ。これはちょっとベストバウトじゃないですか、早くも。ほら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 、いや、もう、ちょ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 、いや、ちょっとね、ちょっとそろそろスタミナ切れが怖いね、ストロング切れちゃうくん。ここまで来たら、でもここまでやったなら勝ちたいな。ほら、おい、ったー、今まっすぐジャブで入った、左ストレート入った。でも立つか。うわー、これ気持ちいいな、相手倒すと。いけるいける、このテンポで、このペースでいこう。勝てるよ、この試合勝てるよ、もらえるよ。行こう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 、攻めていこう、前へ前へ。うわー、やばい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 。こっちもでも結構もらってんのよ、これ結構ギリよ。ジョルト、あー、よく全然当たんない。あー、きっついこれ、ラウンド3、やーべーやべー。次で第4ラウンドまでですよね、これ確か。やばいやばい。でも判定では今のところ全然勝ってるよ、1回ダウンも取ってるし。でこっから逃げ続けるみたいな手もあるっちゃあるんだよね、アウトボクサーみたいな感じでいくっていう、打って下がるみたいな、そういう手もあるんだけど、でも前に出たいな。おお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 およしよし、今ちょっといい動きしたぞ。あ、でもね、動きがだいぶね、ちょっとストロング切れ島くん遅くなってきてるんですよ。これやっぱスタミナ切れ起こしてるんですね。怖いな、相手もだいぶ来てると思うけど、こっちも、あ、やばい、やばいな、ちょっと、おおおお、打ち合いだ打ち合い。うわ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 、変なとこから、うん、ストロングパンチ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 入んないよ、ストロングパンチ。
動き早いんだけど、スラッグパンチ全然どこ狙ってるのか分かんないよ。うわもう、よし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 、入ったー。今テンプルに入ったんじゃない。もう立てないだろ。立つか北村お前。もう本当なんだこれ、一歩と宮田君を思わせるような、これすごいメースパーニングですよ。うおー、打ち合い打ち合い打ち合い、残り10秒、いけ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 、ここで倒しちゃい倒しちゃい、いけ、あーあーなんだこの名勝負。ラストラウンド、おーラストラウンド決めよう。ここでよし、いけ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 、倒したいな、 KO 勝ちしたいな。相手ももうしんどいぞ、この子も、へっはっはっは、北村このポニーテール、ポニーテール北村ポニーテール北村、チャ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 、このな、おお、打ち合い打ち合い打ち合い、ここで取ると、あー決まんない、あーなんだろう、これはきついぞ。あーでもコーナーの方に追い詰めて、ここでいけんじゃない、いけんじゃない、あーうまい具合にやっぱ当たんないですよ。入ったーどうだこれ、どうだ、勝つか、まだ勝つか、ハイキングポーズ取れる来たのか、うわーもう、でもこのままいけば判定でもいけるけど、これ KO で勝ちたい、もう一回ダウン取ろう、いけるいける、打っていこう打っていこう、よし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 、ここでほらジョルト、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 あ入んない、そう簡単にはやっぱ必殺技入んない、なほら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 、おいっと今いいの入ったね、残り10秒、ほら、あぶな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 、決まなかった、決まんなかったな。でも手数も相当こっち打ってるし、ダウン何回取った ?3 回取ったよね。おー圧勝、ありがとう勝ちました、初めて勝てた北村に。でもな、こっちはヘッドギアつけてたりで、自分に有利な環境でやりつつ判定勝ちだから、ちょっとまだ納得いかんな。なんやかんやでジジイと見つめ合い、しばらく経ったらもうほんといいウェイトになってきましたよ。もう100になるもんね。で心なしかこのストロング桐島くんのシルエットもだいぶ筋肉ついてきたように見えるんだよね。うん、だこれが105ポンドを超えると次はジュニアフライ級になるんですよ。現在のライトフライ級ですね。ジュニアフライ級という言い方は1998年、以前の言い方だそうです。今はだから91年だもんねこれこの話まだ91年か、ジュリアナ東京の話ですよねまだあ、プロテストごめんなさい、まだ見送らせていただきます。ただそろそろストロー級も卒業のウェイトなんで、ここいらで、ね、北村とやろうか北村とスパー組みましょうよ。で今度の金曜日、今度はだからストロング桐島くんもヘッドギアをなしでいきますか。同等の条件で北村と真っ向勝負いきましょうか。いやーこれはね、分かったよそうね、はいはいはい、これはちょっと何としても勝ちに行きたいですよね。なんか気づいたらもう良きライバルみたいになってますからね北村がはい北村のりのりひろ北村、よし行きましょう。なこれはもう試合と同じ、もうヘッドギアなし、お互いなしの8オンスでいく、8オンス同士でで3ノックダウン制の4ラウンド、これでいきましょうか。
はい、じゃあ来ますよ。いやー、これちょっと練習の成果見せられるかな。だいぶがっつり鍛えたし、相当食ってんですよ。鶏の肉を相当食ってますよ。いい筋肉がついてきてると思うんですよ、その成果を。さあ出せるか。ああ、もうヘッドギアもないですよ。坊主頭で、よし、いけいけいけ、ポニーテール引っ張れ。蹴ろ蹴ろ。おお、ほらもう、おお、すごいすごい。ほら、このパンチスピードがやっぱもう違うんじゃない。おお、おお、入った、もう倒れた。ちょっとちょっと、めちゃくちゃ強くなってますよ、ストローク決勝。おいおい、マジかよ。ちょっと相手になんねえんじゃねえの、北村。北村、ほら、ポニーテール引っ張れ。うわー、入った。うわうわうわ、これすげえ、すげえ強くなってる。うわ、気持ちいい。ほらほら、取りゃ。よし、これ次倒したらもう TKO で勝てますよ。あー、いったー、テクニカルノックアウト。やった、これ正当な条件で勝ちましたからね、ストロング霧島。もう北村相手じゃもうダメだ、霧島は強くなりすぎてしまったんだ。やったすげえ強くなってる。この調子でウェイトどんどん上げていけば相当強いボクサーになるんじゃないですか。重いパンチ放ってましたからね。いや、これ今後が楽しみだ。さあ、やっと来ました、ウェイトをご覧ください。ついにウェルター級の体型になりました。筋肉ムッキムキになりましたね。めちゃくちゃ強そうじゃないですか。あー、すごい。こっからはもう体重を増やす作業ではなくて、今のこの体重ウェイトをキープしていく作業になります。そしていいタイミングで来てくれたプロテスト受けましょう。よし、頑張ります。まだね、プロじゃないんだもんね。練習生なんだもん。こっからですよ、本番は。やってきました、プロテスト初日です。こいつは一体誰なんだろう。うん、深呼吸するといいよ。頑張ってきてね、頑張ってきてねって言ってるこいつは誰なんだろう。うん、あ、今のストロング霧島くんかな。よくわかんない。よくわかんないけど。ああ、でもなんやかんやでプロテスト来ました。これはちょっと受かっていかないとな。だいぶね、ウェイト調整が難しかった。なんかここに来て。ラウンド1。あ、始まった。はい、赤いトランクスがストロング霧島くんです。さあ、鍛えに鍛え上げたこの腕を見せてあげよう。ほら、この速さが違うでしょ。ほら。ほら、いけいけいけ。相当ね、重いパンチ打てるようになってるはずなんですよ。ほら、この背中の筋肉とか見てください。いい筋肉してますね、これ。ほら、速い速いジャブが今までと比べ物にならない。あんな爪楊枝みたいだったのに。入ったー、すごい、ジョルト一戦。あ、でも立ちますか。え、プロテストは何回ダウン取ればいいんだろう。4回戦だと確かに2回ダウン取れば TKO なんだよね。じゃあもう1回倒したらいいのかな。ほらほら、おお、早い早い、すごいなこれ。入ったー、追い打ち追い打ち追い打ち。お、テクニカルノックアウト、勝ちました。やった、だってこの筋肉ですよ。ストロング霧島くん、本当にストロングになってきましたね、こいつは。無事なんとか勝つことができました。イガラシに勝つことができました。ってことはプロデビュー決定、おめでとう。おー、4回戦ボクサーになってる霧島くん。よかったね、プロボクサーですよ、これでついに晴れて。あんなに北村で騒いでたのが嘘のようですね。ありがとうございます。テスト合格。まずは第一関門突破じゃな。
本当ですね、うん、そっか次デビュー戦になるのか。これで相手が北村だったら面白いな。ジム変えて階級変えたウェイトを上げた北村と戦うっていう展開。お、徳村さんありがとうございます、お褒めの言葉。さあ4回戦のデビュー戦の相手をこっから選んでいくわけですね。これね、好きな相手を選べるんですよ。なるべくこのバウト、まだ経験が少ない相手がいいですよね。こいつすごい弱いな、レイ・ショウジ7回負けてる。1勝7敗って相当だなこいつ。うわこいつも弱いな。味方6敗1分けよ。こいつもすごいけどな。これだな、富士龍太、富士デビュー戦。なんか寿司屋の大将みたいな見た目してますけども。寿司ついでにやってます、ボクサーやってますみたいな。じゃあこいつをデビュー戦の相手に決定だ。 OK、 よっしゃ、何日後行きましょうか。もう16日後行っちゃいましょうよ、すぐに。もう今階級ね出来上がってるし。ああ、場所後楽園、いいね後楽園でデビュー戦なんて最高だよ、行っちゃおうよ。